はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、舞浜の方にやってきておりまして、本日これからですね、ヒルトン東京ベイさんの方にね、お邪魔させていただきます。もうレイ君はね、残念ですけど、これからバスに乗ってですね、ヒルトン東京ベイさんの方に向かっていきたいと思います。行ってまいります。チェックインが完了しまして、もうね、お部屋の方に入れるということなので、お部屋の方に向かっていきます。はい、本日は3階の336号室になります。皆さん食べてますね。はい、めちゃめちゃね、久しぶりの来訪でございます。ハッピーマジックなのでこんな感じですね。怖い感じです。はい、じゃあね、お部屋の方に向かっていきましょう。はい、本日はね、こちらの336号室。はい、お部屋ね、入ってきました。こんな感じのね、お部屋です。ぐるっとね、見てみましょうか。電気はどこにあるんでしょう。いや、めちゃめちゃ広い。このタイプは本当ね、初めてなので、めちゃめちゃ広い。こっちじゃないんだ。照明がどこなんでしょうね。はい、ちょっとね、照明悩んでますけど、はい、こんな感じです。で、こちらがもう一個ね、ベッドルームがあるという感じですね。はい、めちゃめちゃ、あ、かわいい。上なんかもね、こんな感じの照明になってますね。めちゃめちゃ広いですね。はい、ではでは、詳細の方ね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。おお、お風呂もね、めっちゃでかい。はい、では、はい、玄関の方に戻ってですね、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。はい、まずね、玄関ですね。はい、こんな感じ。もうね、猫の絵が描かれてて、非常にね、可愛らしい。お子様は必ずね、喜びますね。で、結構ね、奥の方ですね、もうここかなり端っこの方です。はい、ピントが合ってないかな。はい、こんな感じですね。はい、で、入っていただいてすぐ照明のね、スイッチがあって、はい、こちらがね、収納スペース。スリッパめちゃめちゃいっぱいあります。お、電気がついた。で、アイロン台とね、袋とハンガーとかね、ございます。こんな感じ。あ、バスローブ反対側にあるんですね。で、下の方にはね、アイロンがございます。で、こちらにバスローブがあって、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにね、ございます。で、こちらね、ワンピースタイプのパジャマですね。ルームウェアがございます。めっちゃいっぱいあります。はい。で、ソーイングキットがあったりとか、はい、こちらからですね。はい。こんな感じ。いや、すごいね、ファンタジーの世界ですね。で、入って右手にですね、はい。このようにお手洗いとシャワーブースがね、ございます。なので、まあ、2世帯でね、入っていただいても大丈夫という感じのね、作りになってますね。はい。めちゃめちゃおしゃれ。はい。洗面台なんかもね、めちゃめちゃおしゃれです。あ、そしてね、はい、こちら。クラブツリー&イブリンに関しましては、備え付けになってないんですね。はい。で、ドライヤーがこんな感じ。ドライヤーはね、やっぱりちょっとコンパクトなタイプですね。はい。後ほどね、ちょっと見ていきたいと思います。で、シャワールームがね、このようにありまして、はい、こちらもね、クラブツリー&リブリンがね、ございます。シャワーは、レインシャワーはなさそうですね。はい、水圧はね、十分ですね。ちょっとひねっただけで、十分な感じでした。はい、こんな感じのシャワーです。で、バスローブ、バスタオルがあったりとか、ウォシュレットがね、このようにございます。はい。いや、結構ね、清潔感あってね、面白いですね。このタイプは本当初めてなので、びっくりです。で、拡大鏡があったりとかします。で、お子様用にですね、こうやってね、台がね、置かれてたりとか、ゴミ箱がね、あったりします。はい。
で、奥進んでいただきますと、このようにミニバーのね、コーナーがあって、お水、イロハスがね、ございます。で、紅茶とかですね。はい、このようにセットでね、ございます。いや、コーヒーカップ、グラスとかめっちゃいっぱいあります。で、電気ケトルですね。で、アイスペールがこのようにございます。で、下はね、多分冷蔵庫なんですが、特にはね、何も入ってないかなと思います。はい。あ、で、こちらは、ネスプレッソマシンがあるんですね。なるほど。やっぱりスイートはね、あるんですね。このタイプのですね、ネスプレッソマシンがございますという感じです。このね、机なんかも非常に嬉しいですね。で、テレビブラビアございます。で、コンセントがあって、USB-A がね、2箇所あるという感じですね。はい。ここは、あれですかね。窓を開けると明るくなるのかな。はい。で、ベッドが、はい、こちらね、ツインタイプでございます。壁とかもね、めちゃめちゃおしゃれですね。こうやってね、お子様がね、遊べるようにね、なってるという感じです。これ、レイ君ね、ずっとやってるかもしれないですね。はい。こんな感じの、結構ね、可愛い感じの楽しいお部屋となってます。で、はい、コーナーソファーもめちゃめちゃおしゃれです。で、ブラインドね、ちょっと開けてみましょうかね。はい。こんな感じでね、自動で開けていただくことができます。で、空気清浄機があって、これなんだろう。特には開かないのかな。はい。まあ、こんな感じのコーナーソファーがあってめちゃめちゃいい感じですね。ちょっとね、ああ、お庭みたいになってるんだ。なるほど。こういう感じのね、ビューとなってます。まあでもね、あれですね、ディズニーランドの花火とかね、見ていただくことできそうな感じじゃないですか。はい。で、こちらね、主寝室があって、はい。このようにね、間仕切っていただくことがね、可能となっております。いや、これもね、雰囲気がめちゃめちゃいいですね。はい。で、こちらね、こんな感じの主寝室ございます。で、こちらもね、自動で開けていただくことができるという感じですね。まあ、ピューはね、一緒ですね。ああ、庭園をね、なんか、連想させるような作りでいいですね。レイ君ずっと開けたり閉めたりしてそうですね。はい。まあ、天井とかもね、本当にお子様が喜びそうな感じでね、非常にいい感じじゃないですか。ね、ほら、椅子なんかも、丸太っていうんですかね、木になってますね。いやー、結構ね、ファンタジーの世界。これはね、めちゃめちゃいいですね。で、こちらの方にも、お子様用のね、はい、絵本がこのようにあったりとか。はい、見習い魔女とかですね。で、子供用のルームウェア、そしてサンダルが、スリッパがね、あるという感じですね。はい。いや、めちゃめちゃ広くていいですね。で、お子様がね、こうやって手洗っていただけるような洗面台も低く作られてて、これはね、嬉しいと思います。かなり。ほら、マグカップなんかも非常におしゃれでね、遊び心がありますね。上もね、収納ありますけど、まあ、特にね、何か入ってるわけではないですね。はい。このお部屋めっちゃいいですね。で、お手洗いがこのようにね、こっちにもあります。ウォシュレット。という感じです。で、扉もね、かわいいですね。はい、こんな感じの。で、お風呂見てください。この、ジャグジーになってます。いやー、テレビまでね、ついてますよ。いや、すごい。これはね、めちゃめちゃ広い。そして、クラブ3&イブリンが山のようにございます。いや、これはいいですね。かなりいいと思います。はい。今日はね、こんな感じのお部屋にね、一泊させていただくという感じでございます。いかがでしょうか。はい。いや、これはね、絶対レイ君、めちゃめちゃ喜ぶと思いますね。嬉しいと思います。はい。いかがでしょうか。誰だったんだっけ？お、できた。すごい。できました。できた。できた。ね。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 4.14 メガ bps、アップロード上りが 20.49 メガ bps となってまして、K
結構ね幅がありますね。 なのでストリーミングとかはちょっとね厳しいんじゃないかなというふうに思います。ライブに関しても大丈夫かな。はい、一方ね別のサイトでも念のため確認させていただきました。ダウンロード下りがね 6.5Mbps、 アップロード上りが 24Mbps となってまして、まあ大体ね同じぐらいっていう感じかなというふうに思います。これはあのプレミアム Wi-Fi に接続した状態でございます。はい、ということですね、久しぶりにですねこちらヒルトン東京ベイさんの方にねチェックインさせていただきました。今回はねもう見てお分かりの通り初めてのお部屋でかなりねテンション上がっております。今回ですね本当にねありがたいことにですねキングヒルトンルームパークっていうのを取ってですね、これね税差別で1万500円、だいたい出来上がりで1万3000円ちょっとぐらいっていうところなんですけど、ここからですね一番最初はセレブリオパークっていうお部屋の方にですねアップグレードいただいたんですが、まあ、当日、まあ、前日のもう深夜ぐらいですかね、なんとねマジックルームスイートというお部屋となりまして、いろいろね調べたんですけどセレブリオスイートよりねさらに広いお部屋となってまして、まあ、料金するとまあまあやっぱりね結構する。はい、まあ、この今ね安い時期であってもですね5万円ぐらいやっぱりするので、ヒルトンプレミアムクラブジャパンで4万円半ばぐらいということなので、まあ多分ね一般的な料金で言ったら7万円近いぐらいのね一番高い時期だとそのぐらいのお部屋になるんじゃないかなというふうに思います。まあやっぱり人数がね結構多く泊まっていただくことができるので、まあ、そんなような状況でございます。はい、で、まあ、久しぶりにねあのこちら訪問させていただいたわけなんですけど、セレブリオラウンジに関しましてはね営業しておりますが、まあ、基本的には土日ということになってまして、まあ、平日に関しましてはですね、まあ、レストランの方でねイブニングカクテルだったりとかデザートビュッフェなどはティータイムなどはね、提供しているという状況でございます。でフォレストガーデンのね朝食に関しましてはビュッフェでですね、提供していただいているという感じです。で今年いっぱいはですねオーナーズ会員であればですねレストランは 25% オフ利用していただくことできますので、これもねあの利用していただくと結構大きいのでね、ぜひご活用いただければなというふうに思います。はい、まあ、レイ君もねかなり今ミルク飲んで落ち着いてますけど、お部屋ねかなり興奮してましたし、私もねかなりこれは広いなっていうのと、まあ、バスタブジャグジー、に関しましてもかなりねおしゃれでですね非常にいいお部屋だなというふうに思いました。まあ、ようやくね多分これでヒルトン東京ベイさんにつきましては全てのお部屋にね宿泊させていただくことができたんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、また引き続きね、機会があればヒルトン東京ベイさんの方とシェラトンさんと、まあ、交互になっちゃうかもしれませんけど、あの宿泊させていただいて、やっぱりね好きなホテルでございますんで、今後ともね利用していきたいなというふうに思います。いやこのお部屋はね本当にめちゃめちゃいい。まあ、そんな簡単にねこれアップグレードしていただけるわけじゃないんですけど、本当にたまたまですね、まあ、やっぱり料金がね物語ってると思いますけど、やっぱりね稼働率が低いので多分料金が低いのかなっていうふうに思ってます。なので、まあ、今回はねアサインいただいたっていうことがねできたんじゃないかなというふうに思います。はい、直接のね予約でもここの部屋ちょっとね次回泊まりたいなって思えるぐらいな感じでございますんで、ぜひね機会があれば試してみていただければなというふうに思います。ということでね今回のこちらの動画に関しましては以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報を発信させていただいてます。情報のお見逃しがないようにぜひねチャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあめっちゃ最高。